健康率高校入試対策社会世界地理3ウォンズと気候帯についてやっていきたいと思います令和2年度の問題このようなグラフが出題されましたこのようなグラフをウォンズと言います上側の折れ線グラフが気温下の棒グラフが降水量 を表しているグラフになります、えー、このグラフの特徴といたしましては降水量が非常に少ないということになりますこのグラフもう覚えてしまいましょうこのグラフは砂漠気候のグラフになりますこのグラフはどこの都市のグラフかこれも覚えましょう エジプトのの首都カイロのグラフです砂漠気候とはどんな気候か説明しなさい。令和2年度の問題です。正解は、降水量が少なく植物がほとんど育たない気候であるです。平成30年度の問題です。2つのウォンズが出題されました。 グラフ1をよく見てみるとまず気温が最低気温が非常に低くマイナス10度以下になるということがわかりますしかし夏気温が高くなった時は約20度近くなるということも分かりますグラフの2はグラフの1よりさらに最低気温が低くマイナス20度をはるかに下回っています夏でも気温が10度以下 埼玉県のお正月と同じぐらいの気温ということになるかと思います、えー、このグラフが一体何を表しているかというとグラフ1が冷帯気候のグラフになりますグラフ2は寒帯気候のグラフになるということです、えー、気温がマイナ -10 度以下 -20 度以下になるというのは、えー、ほ,ほとんど 出てきませんので、えー、この2つのグラフは覚えてしまいましょう例体気候のグラフ地図上のどの都市のグラフかといいますとここイルクーツクという都市のグラフになりますでは真冬がマイナス20度をはるかに下回る寒帯気候のグラフはどこの都市のグラフかというとここ リクソンという都市のグラフになります。イルクーツクの写真も出題されました。リクソンの写真も出題されました。問題は、霊体と艦隊の樹木の生育の違いを気温と関連づけて書きなさいという問題でした。正解は、霊体では夏には気温が上がるため樹木が育つが、艦隊では 夏でも気温が上がらないため樹木が育たないこれが正解でした平成29年度の問題です ABCD と4つのウォンズが出題,出題されましたそれぞれロンドンアテネ東京シドニーのいずれかのグラフですロンドンはどれかという問題でしたどれがロンドンか 比べてみても似ているようでちょっとずつ違っていますが実はこれ全て温帯気候のウォンズになります温帯気候は3つに分類することができますこのようなタイプとこのようなタイプとこのようなタイプですそれぞれ温帯湿潤気候地中海性気候西岸海洋性気候 というふうに名前が付けられています温帯湿潤気候で覚えておくべき都市は東京です地中海性気候で覚えておくべき都市はローマとアテネです西岸海洋性気候で覚えておくべき都市はロンドンとパリということになりますローマアテネがあるのはこのあたりでこのあたりの気候が 地中海性気候と呼ばれています。ロンドンやパリがあるのはこの辺りで、この辺りの気候を西岸海洋性気候と呼ばれています。それでは ABCD、えー、どのタイプに分類されるか考えてみましょう。B はこのタイプ、C はこのタイプ、D はこのタイプ。 ということになります。そして B がロンドン、C が東京、D がアテネになります。ロンドンが西岸海洋性気候、東京が温帯湿潤気候、アテネが地中海性気候ということになります。正解は B のロンドンということになります。では A は A は まあこんな形になるのかと思うんですがこれを真ん中で半分に切ってみますそしてこっち側にずらすとなんと東京とそっくりのグラフになりますつまりこれ6か月東京と季節がずれているグラフということになります東京と季節が半年ずれる都市というとそうですオーストラリア になりますしたがって A はシドニーということになります赤道より北を北半球赤道より南を南半球と言いますが北半球のグラフはこうで南半球のグラフはこうどちらも温帯湿潤気候南半球のウォン図は 気温のグラフが V 字型になるので覚えておきましょう。西岸海洋性気候がロンドン・パリ、地中海性気候がローマとアテネ、温帯湿潤気候が東京・シドニーということになります。平成27年度の問題です。リアド、北京、シドニー、マナオスのいずれかのグラフです。マナオスはどれか。 これはいろいろ形がバリエーションに富んでおりましてすべ、えー、て覚えましょう、えー、ここがリアドここが北京ここがシドニーここがマナオスということになりますもう答えを出してしまいますこうなります「い」がマナオスのグラフになります イのグラフこれマナオスのグラフですこの形を覚えましょうマナオスはこここれ何気候のグラフかと言いますと熱帯気候ということになりますこれ熱帯気候のグラフです覚えましょう熱帯気候の特徴は1年を通して気温が高く降水量が多い気候であるということになります 赤道のすぐ近く熱帯気候気温が1年中高くて降水量が非常に多いという特徴がありますマナオスはやりました次リア度を見ていきたいと思いますこれよく似たグラフが一度出てきましたがこれ何気候のグラフでしょうかそうです非常に降水量が少ない砂漠気候のグラフになります 砂漠気候の特徴、降水量が少なく植物がほとんど育たない気候であるということになります。リアドはここ、サウジアラビアの首都です。砂漠気候はもう一つの都市を覚えておきましょう。それがカイロです。カイロとリアド、両方とも砂漠気候です。次、このグラフを覚えましょう。このグラフ、北京のグラフです。北京のグラフ。 東京のグラフとよく似ていますが真冬の気温が0度を下回るということで東京に似ているが真冬に気温が0度を下回るのが北京だということを覚えておきましょうこのグラフはシドニーのグラフになります 平成25年度の問題ですロンドンと札幌のグラフが重なり合ったグラフが出題されました。問題はロンドンと札幌の冬の気温を比べた時ロンドンの冬の気温の特色を2つの都市の緯度の違いに触れながらその理由とともに書きなさい、えー。非常に長い問題ですが何を書けばいいかロンドンの冬の気温について 札幌と比べて書けばいいわけですロンドンの冬の気温は札幌に比べて気温が高い暖かいということを書けばいいわけですその時に2つの都市の緯度の違いについても書かなくてはいけないロンドンはここ札幌がここ緯度が高いのはどっちか緯度が高いのがロンドン緯度が低いのは札幌ということになります ロンドンの方が井度が高いのに冬の気温が高い、冬暖かいということが書ければえ点数が入るということになります。さらに、その理由を書かなくてはいけないということになります。なぜか、ロンドンはここにあってえすぐ近くの海に矢印のような流れがあります。この流流れを暖流と 言いますさらにこの暖流の上空を風が吹いていますこの風を偏西風と言いますロンドンは暖流と偏西風の影響で緯度が高い割に冬暖かいということになります西岸海洋性気候の特色は暖流と偏西風の影響で緯度が高い割に冬暖かい ということになります平成二十八年度の問題ですローマのグラフが出題されましたグラフから読み取れる地中海性気候の特色を夏と冬の降水量に着目して書きなさいという問題でしたローマのグラフはどの型に当てはまるでしょうかこれです このグラフの形が何を表しているかということになる,なるわけなんですが、えー、上の折れ線グラフが気温、下の棒グラフが降水量です。気温が高いところが夏です。気温が低いところが冬です。こうなります。夏と冬の降水量について書けばいいということになります。答えは、降水量は夏に少なく、 冬に多いといとうのがが答えです。これ地中海性気候とは夏に降水量が少なく冬に降水量が多い気候ということになります。それでは練習問題やります。何気候のグラフでしょうか砂漠気候です。どこの都市のグラフでしょうか 回路です。砂漠気候とはどんな気候か説明しなさい。降水量が少なく植物がほとんど育たない気候である。どこの都市のグラフでしょうか。北京です。中国の首都北京のグラフです。東京に似ているが、東京より真冬の気温が低くなると。 いうグラフになりますどこの都市のグラフでしょうかシドニーのグラフです南半球は気温のグラフが V 字型になりますどこの都市のグラフでしょうかこのグラフの特色としては降水量が1年間を通してほとんど変化していないというグラフになりますこのグラフは ロンドンのグラフです。ロンドンは何気候でしょうか。西岸海洋性気候です。西岸海洋性気候の特色を説明しなさい。暖流と偏西風の影響で、緯度が高い割に冬、暖かい。どこの都市のグラフでしょうか。 ローマのグラフです何気候でしょうか地中海性気候ですグラフから読み取れる地中海性気候の特色を夏と冬の降水量に着目して書きなさい地中海性気候の特色は降水量が夏に少なく冬に多いどこの都市のグラフでしょうか イルクーツクは冷たい気候、ディクソンは寒隊気候。場所はここです。イルクーツクの写真がこれ、ディクソンの写真がこれ。冷たいと寒隊の樹木の生育の違いを気温と関連づけて書きなさい。 冷帯では夏には気温が上がるため樹木が育つが寒帯では夏でも気温が上がらないため樹木が育たないこれはどこの都市のグラフでしょうか東京です何気候でしょうか温帯湿潤気候どこの都市のグラフでしょうか A がシドニー B がロンドン C が東京 D がアテネということになりますアテネ何気候でしょうか地中海性気候です地中海性気候は降水量が夏に少なく冬に多い気候ですこれはどこの年のグラフでしょうか マナオスのグラフです何気候のグラフか熱帯気候です。熱帯気候の特色は、1年を通して気温が高く、降水量が多い気候です。どこの年のグラフでしょうかアがリアドです。リアドはここ、砂漠気候です。サウジアラビアの首都です。イが マナオスですマナオスはブラジルの中央あたり、赤道のすぐ近く、熱帯気候のグラフになります。熱帯気候は1年を通して気温が高く、降水量が多いという気候です。うが北京です。北京は中国の首都。エがシドニーです。シドニーは オーストラリアの都市南半球は気温のグラフが V 字型になりますどこの都市のグラフでしょうか A はシドニーです B はロンドンですロンドンは何気候かロンドンは西岸海洋性気候です C はどこの都市か 東京です。東京は温帯湿潤気候です。D はどこの都市のグラフか。D はアテネのグラフです。アテネは地中海性気候のグラフになります。以上です。ありがとうございました。